なんか調べられる？調べられ、何こんな怖いとこに住んでんの主人公は。バカじゃないの。なんか黒いデロデロの。みおちゃんやばい、なんか黒いのなんかデロデロしてる。なんか出てるよ。なんか出てるね、もう出てるね。バカじゃないのこんなの。手前なんだしかも。これ家住んでんの？ここ自分家これ。やばない？あ、ドア閉まった。いや怖すぎでしょ、こんなとこ住めない。絶対こんなとこ住めない。こんなとこ怖いね。これ懐中電灯持っていかないと。なんで家の中で懐中電灯使うの、おかしいだろ。確かに家の中で懐中電灯使うのか。なるだろ。コンビニを探せ。コンビニどこだ。なんかすごい街灯数ない。なめちゃくちゃ街灯あるじゃん。なんか配分間違ってんだろ。なんかコンサートの会場みたいになってるもんね。ほんとだよ。もうちょっと上の方にもうちょっとなんとかなんなかったのかよ。不思議な街灯の位置だね。おかしいよね。確かに初めてか。あ、おはようございます。おはようございます。え、君知らないの？最近ここら辺住んでる男がつい最近、さっき君が渡ってきた橋で自殺したらしいよ。なんでそんなこと言うの。やめてください。さっき会ったババアが言ってたぞ。ババアって言うな。大事なお客さんかもしれねえだろうが。そうだよ。両足が逆曲がりに折れてて見るに耐えなかったそうだ。あー怖い怖い。本当に感情が。気をつけた方がいいよ。感情がない。全部嘘だけど。こいつ僕みたい。こいつ僕みたいじゃない。みおちゃん。本当だよ。でん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 。暗っ。っていうかさ、うん、電灯が全部暗いんだけど。本当だ、さっきついてたのに。なんでこんなにかすかな電灯になっちゃったんだろうね。めっちゃ暗い。うん、めっちゃ暗いよ。省エネモードってこと？ねえ。だって昨日まではさ、ちゃんとさ、ついてたよ。本当だ。おかしくない？やば。うわ、ちょっと待って。うわー。やめてよ。うさぴゃーん。おかゆー。うさぴゃーん。昨日ネズミを店裏で見たぞ。ゴミ箱荒らされたみたいだ。これを読んでる人大至急お願いします。マネージャー。マネージャーがやれよ。本当だよ。一体大至急何をお願いするって言うんだよ。ネズミ駆除だよ。え、うちが素手で捕まえるってこと？そう、ミオちゃんは狼だから食べられるでしょ。いやでも猫の方がネズミ捕らえそうじゃん。僕は無理、繊細な猫だから。どういうことだよ。うちだって野生を忘れた狼だよ。僕はお家で飼われてた家猫だから。家猫はネズミ食べられない。マジで？ミオちゃん家のタイガーだってネズミ食べないでしょ。まあ確かに。うわ、結構でかい。いけ。でん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 。着いた。あれ今日あの人いなくない？たっくん。確かに。もう先帰っちゃったの？船橋さんね。うん。ああ！バーン！なんなのこいつ！どうだ？驚いただろう。なんなのこいつ、おかしいでしょ！頭狂ってる！分かった分かった、やめるよ。早く帰れ。もう二度としません。さっさと帰れ。帰れ帰れ。さっさと帰れ。お前の手がね。帰れ帰れ。おにぎり。あ、あるじゃん。おにぎりっぽい。おにぎりだこれ。うん、ちょっと補充しとこう。え、開かない開かない開かない。後ろから出よう。後ろから。もう一個あるから。もう一個。開かない。落ち着いてみやちゃん。はい。あああ、大丈夫大丈夫。落ち着いて。落ち着いてみやちゃん。ね、落ち着いての時のそれ、それなんなの？みよちゃんのほっぺをね、両手でブニッとするとみやちゃん落ち着く。開かない。落ち着いてみやちゃん。ほら落ち着いた。出れる？出れなきゃここに住むしかないからね。開いた。なんでさっき開かなかったの？ほんとだ。あれじゃない、なんか立て付け悪いんじゃないの。マジか。さあおにぎりを。悪霊退散。悪霊退散。やばい、 YouTube の回線も重くなってきたんだって。やばい、やばいやばいやばい。呪い呪われ、壊った時は晴れる。あー晴れる。晴れるよ。あー何、なんかいる。え、さっきの男の子じゃない？あの
やだ